始まりました、インディーブレインズ。どうも、生高橋です。今日で6回目になりますですね。今日のゲストはですね、ユニティを使っている人なら多分、お世話になっているんじゃないかなと、僕は思ってます。僕もね、助けられましたということでですね、今日のゲストを紹介いたします。カンさんです。よろしくお願いします。ゲームクリエイターのカン菊池です。よろしくお願いします。変なノリで、ちょっと片言になっちゃいました、はい、いえ、僕もちょっとおかしかったです。はい。慣れてないんですよ、まだ。全然僕もちょっと空気感が分かってないので、はい、ちょっと最初の空気とちょっと違いましたね。ごめんなさい。はい、すいません。いや、もう僕はとてもお世話になっていて、ユニティを、はい、ユニティを使っていた時に、いや、もう調べたら、大体ブログがヒットしてですね、うわ、マジありがてえなと。で、バトルーンを、作ったんですけど、はいはいはい、おそらくですけど、本当カンスさんのブログがなかったら完成しなかったと言ってもマジ過言ではないですね。本当にこれは本当ですか。はい、そうですね。そんな感じで、今日は僕的にはもうすごい特大ゲストなんですよね、はい、いや、正直来てもらえるとはちょっと思ってなくて、断られるんじゃないかなっていう。いやいやいや、全然、はい、むしろなんで呼んでもらえたのかなっていう、ちょっと。何ですか。はい、それはですね、前回、はい、ハニダさんっていう方が来てくれてですね、なんかちょっとテレフォンショッキングみたいな、あれじゃないですか。あ、テレフォンショッキングじゃない。ああ、はい、あんな感じで次のゲスト、はいはい、こうやっていくときにハニダさんがカンさんの話聞いてみたいなみたいなって、はい、ということで、はい、で、ちょうど最近 VR もこう作ってどん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 リリースしてるじゃないですか。あ、これいいなと思って、ね、タイミングよく、はい、なので今日は招待させていただきました。はい、ということで、じゃあ早速ちょっと質問の方をちょっとさせていただくんですけれど、まずですね、ブログについて、うん、聞こうかなと。そもそもずっとブログ続けてるんですけど、なんでこう、はい、その情報共有みたいのをしようかなっていうのがちょっと持って、コストとかすごいかかりますし。なるほど、はい、あれは要は自分の中で保険なんですよね。今ゲーム独立してゲーム作ってるんですけど、はい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 、そのお金なくなったら就職する可能性も全然あるので、うん、その時に、就職するとしたらエンジニアとして就職するんですけど、はいはいはい、その時にその技術力のアピールとして、自分の作ったものだと中身が見えないじゃないですか、エンジニアとしての、はいはい、なんでちょっとそれだと弱いなっていうのがあって、ああいうのを言ってやってるっていう感じですね。あ、そうなんですね。そうですね、なんか自分の中でそのいいエンジニア像っていうのが、はいはい、なんだろう、こう何も言わなくても勝手に勉強してるやつみたいな、やつがやっぱり会社的に欲しいかなっていうので、あれをずっとやってる感じですね、うん、あとはもう長く続けて、それこそ今の高橋さんみたいにお世話になってますみたいに言われてやっぱ嬉しいんで、やめられなくなってるみたいな感じですね。なんかツイッターでもこう、なんですかね、貴重な情報とかをこうなんか流してるじゃないですか、アセットのセールとか、そのなんか開発者的にこう嬉しいような情報とかも流してて、うん、そういうのも就職関係といいますか。そっちはブランディング込みっていうのはありますね。そういう、はい、話を出してるって、やっぱり情報を何か得た時に一番簡単な活用方法はそれをただ公開するっていう、あ、でやっぱりそれを欲しい人が見たらそれだけやっぱ嬉しいじゃないですか。そうですね、っていうのもありまして、なんかいいの情報が得たらとりあえず出すっていう、基本的にやっぱネット社会なんで隠しててもしょうがないなっていう、あ、なるほど、 どこか誰かしらからは出るみたいな、もちろんその出しちゃいけない分は出さないんですけど、うん、っていう感じですかね。ああ、なるほど。僕とかも好き勝手ツイッターとかで言ってるんですけど、なんかちゃんとちゃんとこう開発者のためというか、なんかしっかりとやってるっていうのがいいなって、はい。それをやらないとちょっとその、はい、自分のなんだろう、武器がないので基本的には。あ、そうなんですか。そうです、やっぱりグラフィックはできないというか、そっち専門じゃないので、あと例えばプログラム自分で書いてそれをツイッターに載せても誰も何もわからないじゃないですか。いや、そうなんですよね、あるあるです、ね、そうなんですよ。なんでやっぱりそういう、
役に立つ情報じゃないですけど、情報面でちょっとはその自分のキャラというか、はいはい、みたいなも出せたらなっていうのはありますね。あ、なるほど。なんかそのブログとかずっと続けてきて、こうなんかゲーム作ってて、そっちになんかいい影響みたいなのを与えたことってあるんですか？ああ、はい、まあそれこそ、はい、その今あのスキプマさんとピトンティアとか作ってるんですけど、まあそれも多分そういう勤勉性というか、ちゃんとやる人だなっていうアピールには絶対なってると思いますし、あと、もう一つあのふんどしパレードっていう会社ご存知ですか？あ、知ってます。はいはい。あ、そこでもまあもともと知り合いではあるんですけど、うん、そこで働いてるのはやっぱりそこでのなんだろう、エンジニアとしての能力がそこから分かりやすいのでっていうのはあると思うので、うん、みたいな、まあそういう影響ありますね。なるほど。まあ本当はちょい、はい。はい、あとまあちょいちょいお仕事の話とかもいただくんですけど、はい、そっちはまだその基本的には受けてはいないですけど。うんうん、ですかね。あ、なるほど。まあ本当ポートフォリオとして、そうですね、やってみたいな。はい、なるほど。これはちょっとあれですね、なんかゲームクリエイター目指すなんか学生さんにとってはいい話かもしれないです、はい、うん、特にエンジニアは保険としてすごいいいので、うん、そのうまくいかなかった時のことを考えると、はいはいはい、うん、なるほど。かつブログってその能力がそんなにいらないんですよね、続けさえすれば。ああ、そこまでその技術的にレベル高いことをしてるわけではないので、はいはい、割と誰でもできる、うん、結構いいですね。いや、その実は、まあ、ちょいなんかブロックっぽいこともやろうかなと思ってる時期もあったんですよ、昔、うん、ただやっぱ全然継がないんですよね、本当に。いや、めんどくさいですよね。いや、でもすごいずっと続けてるじゃないですか。あとその今、うん、あのピコンティア作りながら、あと会社も来ながら、自分で開発しながらブログもしてるわけですよね。そうですね。すごくないですか、普通に。まあ、うん、はい、シンプルに時間をかけてるっていう感じではありますね。そうなんですね。へえ。なんかそういったなんですかね、この情報、ツイッターとかでまあ情報をこう、うん、みんなに拡散してるみたいな感じなんですけど、そういった情報ってどっから取ってきたりするんですか？はい、まあ、取ってくるっても基本的にそのツイッターのリストでいろんな、うん、なんだ、例えばオートマトンさんとか、ハテナブックマークのホットエントリーとか、ゲーム関係に関わらずいろいろ情報サイト突っ込んでて、うん、なんかそのゲーム系で自分がそのただ共有するだけじゃなくて、はい、それを見て自分が付加価値をつけられるというか、こう思うとか、これはこういうことなんだろうみたいなのを選んで、まあ、ツイートしてるみたいなのはありますね。はい、確かに、うん、なんか引用リツイートみたいな感じで毎回なんか一言入ってます、ね、そうなんですよね、はい、あのやっぱ記事見るのってめんどくさいじゃないですか。ああ、そうですね。なんでそのパッと見で分かる情報の方が多分見る人はありがたいんだろうなっていう、あのはちょっと意識はしてません。その記事のいいところを持ってくる、はいはい、っていう感じのはありますね。なんかすごいですね。ちゃんと本当に、なんですかね、見てる人を意識してるというか、もう本当のなんか、僕なんかマジで全然考えてないツイートしてるんで。なるほど。やっぱこれがまあブランディングというやつなんですかね。本当に。まあそうですね。ああ、なるほど。まあ、言ってもそれ考え始めたらここ、2、3年とかそれぐらいのレベルですけどね。最初の頃はもう全然何も考えてなかったですけど。ああ、やっぱこう最近その SNS 戦略みたいなのがやっぱその個人開発の大事になってきて。まあそうですね、はい、特に自分の場合その、あの例えばスキップモアさんとゲーム作ってたら、それはスキップモアさんのゲームっていう風にやっぱり見ちゃう、はいはい、見られちゃうので、あ、そこで自分をアピールするのはなかなか難しいんですよね。あ、まあ、それはもちろんそのメインがスキップモアさんなんで当たり前なんですけど、っていうのでそのそことは違う、まあ、ゲームはゲームで多少はその自分をアピールしつつも、それ以外でもちゃんと自分を出していかないとなっていうのはあります、ね、なるほど。なんかそうですよね。いやでも相当、でも全然アピールできると思いますよ、神子作ってて。いや、なかなか難しいんですよ。そうなんですか。開発者の方はやっぱり分かってくれるんですけど、あー、ユーザーさんからすると、まあ、下手したらスキップモアさんじゃなくて、あのパブリッシャーのフライハイワークさんが作ってると思ってるパターンも結構あるので。確かに、いや
めっちゃ確かに分かります、それは。僕もそのゲーム作り始める前、普通に一般ユーザーだったら、うん、全部任天堂のものは任天堂が作ってるとしか思ってなかったんで、うん、まあ、そういう感じですね。はい、なのでなかなか、まあ、それはまあ一般のユーザーさんはそれはしょうがないと思うので。そうです、はい、ああなるほど、でもそれにしてもなんかちょっと驚いたんですけど、まあパルコとか、はい、ピコンデとかも作ってるんですけど、個人で作ってるやつと全然こう、なんかイメージが違うというか。まあそうですね。はい。まあその、やっぱグラフィックとか、まあそのゲームってやっぱりその、遊ぼうって思うまでのハードルが、これ遊んでみようって思うまでのハードルが高いと思うんですけど、うん、それでやっぱりその、なんだろう、そのハードルを超える一番はやっぱグラフィックだと思うんですよ。ああ、そうですよね。ただ自分はグラフィックをやってないのでそれができないっていうのがあって、うん、じゃあどうするかっていうとネタに走るしかないっていう今現状感じはありますね。なるほど。いやまだ紹介してないと思うんですけど、タイトル名言っても大丈夫なんですかね。はい、むしろこのなんですかね、はい、雰囲気的に大丈夫なのかな。あ、全然大丈夫ですよ。はい、なんか花束 VR でしたっけ。タバ VR、あ、サツタバ、ごめんなさい、サツタバ VR です。こんな綺麗なもん、綺麗なタバ VR と、次がやばいです、縦笛なめなめ VR。 そうですね。いやこれすごいですね。で、なんかタイトルがやばいですね。タイトルやばいですね。やっぱインパクトありますね、これは。うんうん、はい、なんか本当バズりそうな、まあ多分バズったと思うんですけど。そうですね、はい、もう完全なバズ狙いでやってるんで、はい、いやーすごいですね。でしかもなんか、まあ、正直ここでめちゃめちゃいろいろ聞いてもいいですけど、なんかもうブログで詳細結構ほとんど書いてあったんですよね。なんですか。あ、そうですね。はい。まあ、でも改めてちょっと少しその VR をなんで作ったのか、急に神子とかやってる間にこう VR といういきなり誰もいなそうな、なんですかね、そっちの方に移ったのはなぜなのかっていうのをちょっと聞いてみたいです。はい、はい、まあ、元々そのカミコ以前にスマホアプリをずっと作ってたんですよ。あ、はい、もう7年ぐらいずっと作ってて、その個人で、はいはい、まあ、スキップオーマーさんと組む前ですね、うん、作ってて、でまあそれってやっぱアプリ関係の知り合いが増えて、国会社の、うん、でまあその今そのくらいまだその趣味としてほとんどやってて稼ぐっていうのはあんま考えてなかったんですけど、でいざこれを仕事で稼ごうと思った時に、その、うん、要は知り合った人たちとじゃあ戦っていけるかっていったら、まあ無理だなっていう結論になりまして、うん、はいはい、じゃあスマホは無理だ、じゃあどこだってなって、うん、でまあ、スチームのあのグリーンライトが終わって、はいはい、まあ、誰でも出せるっていう状態になり始めて、うん、あ、じゃあ PC ゲームかってなって、まあ、VR が出始めた頃だったんで、まだそのユーザーも少ないしそんな売れんやろうと思って、サツタバブロはテスト的に出したんですよ。あ、もうほとんど遊びみたいな、うん、これでどんだけ買ってもらえんかなみたいな感じで出したら、意外とまあそこそこ数が売れて、うん、で、あ、これは可能性があるぞってなって、まあ言ったらブルーオーシャンですよね。あ、ライバルが少ないのにユーザーさんは結構いて、はいはい、まあ、ある程度買ってもらえるっていう感じで、まあ、そういうなんかその要は何を作るかの前に勝てるところを探すっていうところから始めたみたいな感じですかね。なるほど。いや、うん、ちょっとその僕には今ない発想で、こうなんかテスト的にゲーム出すっていうのが面白いなって思って、うん、なんか、まあ、体操に言えば、はい、市場調査みたいな感じで、そんなしっかりしてないですけど、はい、あ、でもいいですね。なんかやっぱいきなり出すというよりもちょっと出して確認した方がなんか確実ですもんね、ちょっと。そうなんですよね、はい、なんか例えば何年かけて作ってそれでそもそも市場が悪かったってなったら、もうなんか、なんかゲームが悪かったら諦めもつくんですけど、市場が悪いってなると、ああ、選ぶとこ間違えたってなって、すごいへこみそうなんで。確かにそれ、どうしようもできないというか。ああ、なるほど。そうですね。はい。なるほど。じゃあ、ちゃんと、なんですかね、すごいですね。ちゃんと売れるかどうかをこう判断して、まあ、企画の発想を始めるみたいな感じなんですか。そうですね、基本的にはまあその企画前にその目的を決めることが先決っていうか、なんだろう、何の目的で次の作品を作るかを先に考えて、じゃあどうするかっていうところが始まりますね。ああ、なるほど。縦笛なめなめ VR に関してなんですけど、はい、まずなんかそのアイディアにしたのって抵抗とかなかったんですか。
まあもともとその札束風呂出したぐらいで、はい、そのまあ VR で何が売れてんのかなみたいなのいろいろ見てて、はいはいはい、でいわゆるちょいエロちょっとエッチな、はいはいはい、でも R18 ではないゲームっていうの結構いっぱいあって、はい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 、でそれ系統で考えてかつそのバズりそうなネタ、うん、でバズりそうなネタっていうと、まあ、VR が結構顕著なんですけどその、うん、なんだろうみんな知ってるけどやったことないそのやりたくないっていう意味も込みでやったことない やりたいけどできないってどっちでもあるんですけど、はい、その札束風呂はどっちかというとそのやってみたいっていう方が強いかな、うん、でもできない、うんうん、で縦笛は多分みんなそういう文化みたいな文化っていうのがあるんですけど聞いたことあります多分そうですね、はい、自分別にそういうこと好きなわけじゃないし、うん、周りでやってるやつもいなかったのに知ってる、うんうん、っていうのはやっぱりいいなっていう確かにの でかつこれをあの開発合宿っていう、まあ、ゲームをみんなに作ろうみたいなのをコロナ前に結構やってたんですけど、はい、その時にこの話をその縦笛を女の子に隠れて舐めるゲーム作ろうと思うんですけどって話をしたらめちゃめちゃウケてあこれはバズるなっていう、はい、あ感じで作り始めた感じですね。いやいやそのもう僕その場にいてもし話聞いてもいやもう嘘だろうと思いますもんこれ本当に作るのみたいなふざけすぎてるっていう作るまでに多分考えはするんで作るまでにいかなそうな感じじゃないですか。そうなんですか、はい、それもあって考えてて、はいまあ、シンプルに恥ずかしいじゃないですか、うん、そうなんですねっていうのもあってそれでも考えれば考えるほど、はい、要は自分が嫌ってことは他の人も嫌なわけだから誰も作らないなっていう、うん、同系統のゲームを、はいはい、ってことはもちろんライバルが少ない。あでそういうちょいエロ系はまあ VR でそこそこ受けてるんで、うん、ライバルが少ないのに、まあ、受けるユーザーがいるっていう、うん、あこりゃいいなっていう感じですね。なるほど。その、まあ、ブログをちょっと拝見して、まあ、見事にちょっとヒットしてそこそこ、はいうん収益も得ていやすごいなと思ったんですけどまあこういろいろそれでもまあレビューとかいっぱい来ますよねなんかいろいろそのレビューに対してこうどういうふうに、はい対応してるのかなっていうのちょっと気になったんですよ。ああ、はい、Steam のレビュー。そうですね、レビューというか、ユーザーさんの。そうですね。はい、ああ、まあもともとなんかスマホやってたんで、はい、スマホのレビューってものすごいきついんですよ。そうですね。確かにめちゃめちゃきついんですよ。そうか、そうですね。星、なんだろうな、もう死ね、星1位みたいな。何がいや、ひどいですよね。そう、それと比べると Steam ってバッド評価でも結構しっかり書いてくれる人が多いので、なんかすごい楽なんですね。ああ、そこが嫌だったんだみたいな。逆に。そう、すごいそういう意味では、なんだろう、この気楽に見られる感じはあります、ね。で、あと、縦笛の場合だともうゲームがゲームなんで、みんなレビューでふざけてるっていう。はい、ああ、なるほど。そう、なんで、割と、まあ、もちろん参考になることもありつつ、例えばその、うんVR ゲーム基本僕家でやるときに、はいはいまあ、立ってやるんですけど、うん、座ってやるユーザーさんがその回転させたいとあの視点をあ立ってやると自分が動けばいいからそんな機能はいらないと思ってたんですけど、はいはい、座ってやる人からしたらああそれは必須なんだなみたいなそれは後から入れて、はいはい、そうそうもう一個 Steam がいいのは返信してバッド評価の人に返信して、はいはい、そのなんだろうそういうバグ直しましたよっていうとグッド評価に直してくれたりする。スマホじゃ絶対にありえない。あ、スマホは、まあ、ありえないって言ったんですけど、はい、ほぼ見ない。ああ、へえ。そういう意味でもなんかレビューになんか対応したくなるというか、まあもちろん全部は対応しないんですけど、うんはい、自分が必要と思うところだけ。なるほど。ですね。あ、面白いですね、それは。うん、そうか。なんかその、作ってて、まあ今作っててこう、いろいろ終わった後にあ意外だったことっていっぱいあったと思うんですけど、はい、そのなんか逆にちょっと失敗しちゃったなみたいなことってあるんですか？ああ、縦笛に関してですかね。あ、縦笛に関して。はい、縦笛は、まあ、まあ、その根本的にランキング調査をしてるときに、うん、勘違いしてて、はい、Steam のランキングって世界共通だと思ってたんですけど、はい、あれ国ごとに違うんですよね。あ、そうなんですか。そうですね。でまあ、他のゲームは分からないんですけど、VR は日本と、まあ、海外というかアメリカと全く違くて、あそのランキング上位勢が、はいはい。アメリカってああいうアニメ調のゲームがかなり少ないんですよ。なんで、まあ、縦笛も
全然海外で、まあ、海外、アジアでは受けたんですけど、アメリカとか、うん、あっちでは全然受けなくて、っていう意味でその、そもそもランキングを見ているところがちょっとおかしかったみたいな、ありますかね。なるほど。確かになんか、なんすかね、モンハンとかってなんか、あんまり、アニメ調じゃないイメージがあって、その、そうですね。はい、あれってやっぱ海外で、海外、はい、そうですよね。そうですね。海外で受けてるアニメ調はもうなんか、ペルソナとポケモンとかそれぐらいの、超大手タイトルぐらい。はぁ。イメージは、まあ、イメージですけどね。まあそうですね。はい。ああ、なるほど。はい。まあ、ということで、まあその、すごい、VR についていろいろ、すいません、もう教えてもらったんですけど、まあその次も、もうすごい、早いペースで作ってて、うん、またこっからガラッと変わって、ね、次はちゃんと、なんですかね、剣で飛ばして倒すという。そうですね、はい、スラッシュ・オブ・バレットを出させていただいて。はい、そうですね、なんかネタじゃなくて、ちゃんと、なんですかね、王道というか、王道って言っていいか分かんないですけど、はい、そうです、まさしく王道を狙った感じですね。うん、あ、そうなんですか。その VR のさっきのランキング調査の件でいうと、はいはい、VR の王道って、まあ、何かしらで敵を倒すっていうのがまあ王道 で、うん、でその何かしらは銃か剣なんですよ。あ、基本的には、うん、まあ、弓とかもなくはないんですけど、うん、基本は銃と剣、はいはい、で、まあ、ちょっと木をてらって斬撃を飛ばすっていう方にはしたんですけど、あ、それ以外はもう王道の王道で、まあ、それは単純にそのさっきのちょうど話に出た、はい、アメリカだとアニメ調が受けないっていうのと、ちょいエルもあんまり人気ないんですよ。うん、っていうので一旦そのまあそのなんていうんですかね、 VR 自体がその穴場なので、うん、穴場の王道だったらいけるんじゃないか説で、あれを作ってみたいですね。なるほど。そしたら見事に滑ったんですけどね。え、滑ったんですか。あ、なんかあれは結構滑ってますね。あ、そうなんですか。なんか後々またこれもブログで多分公開されるんですよね。なんかそうですね、はい、もうちょっとセールとかやってからもう 2,3 ヶ月してから出すとは思うんですけど、うん、わりかし自分の中で今のところ滑ってる感じですね。あ、そうなんですね、うん、なんか僕ちょっと 見たんですけど、まあちょっと開発の経緯とかなんかいろいろあって、なんかほんとすごいのが、うん、ほとんどアセットみたいな。そうですね、もう 100%、いや、すごいっすねそれなんか統一感とかなんかそういうの気にならないですか。すごくないですか。あ、結構最初、はい、結構 3D はそこ調整しやすい。2D で最初あのスマホの時は 2D でやってたんですけど、うん、2D はだいぶそれがもう難しくて素人感丸出しでやってたんですけど、はいはいはい、特に VR だとあの UI があんまりないんですよ、はいはい、UI 的なその画面に貼り付くものっていうのは基本的にないので、オブジェクトで表示しちゃうので、うんうん、そういう意味でも統一感はかなり出しやすいですね VR は。なんかあ、でもまさにそのカンさん結構アセットとか紹介してるんで、やっぱそこからの流れで使いやすい、うん、使ってるのかなっていう、うん、実際ユニティもその最初使い始めた理由がアセットストアがあるからなっていうやつなんですよね。もともと無料素材使ってて、うん、ただ無料素材ってもうすぐ被るんですよね、まあ、そうなんですよ他の人と。そうですね、でちょっと無料は嫌だし、ちょっと 3D もやりたいし、はい、っていうのでいろいろ探してて、ちょうどユニティが無料、スマホ無料みたいな、はい、スマホに書き出し無料みたいになって、はいはい、ああ、じゃあユニティかっていう感じですね。いやー、もう多分、みんなもそんな感じでユニティ行ったと思いますよ。もう衝撃ですよね、多分。はい、無料でいいんか、これ、みたいな。いやー、めちゃめちゃいいですね。もうちょっと最近ちょっと、はい、あのアンリアルエンジンが気になってるんですけど。やばいですよね、あれ。いやー、あれいいな。左すごいなって、今めちゃくちゃ盛り上がってると思うんですけど、はい、やっぱりデフォルトのグラフィックがいいっていうのがすごい嬉しい。いや、そうですね、なんか、なんですかね、本当にそのまま配置して歩くだけでも多分映えるような画面になる気がしてて、なんか怖いですね、これからあんなレベルのものがどん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 出てきそうなイメージが。ちょっと 3D は怖いですね。そうですね、いやすごいなって思います。で、そのなんかまあ、方向性みたいなのがガラッと変わって、日本じゃなくて、やっぱ世界をこう、意識し合う。そうですね。まあ、少なくともスラッシュ・オブ・バレットは、まあ、あれも結構テスト的なイメージがあって、うん、その、
VR っていう市場で王道で行っていけるのかどうかっていう、はい、まあなので小さいゲームでやってたんですけど、はいはい、でちょっとそこがいけなかったので、今次どうしようかなっていう考え中な感じでありますね、うん、なるほど、うん、なんかどこら辺がなんかちょっと失敗したなとかって答えられますか？まあやっぱりその、はい、一番はその、はい、斬撃を飛ばすっていうところが自分的には結構インパクトあるかなと思ってたんですけど、それよりも反応するの見た目の SF っぽさ、ロボットが出てきたりとか、でそっちをメインに捉えてしまうと他にもそういう SF 系のゲームっていっぱいあるわけなんですよ。でそこと比べられちゃうっていう、あどっちかっていうとそういうミニゲームなんで、うん、そこで比べられちゃうとクオリティも低いし規模も小さいしってなっちゃって、確かに いまいちそのネタがインパクトがなかったなっていうのがありますね。あなんか確かにその比べられるってきついですね。確かに、うん、そう思うと確かに比べられないものを作った方が、そうなんですよね、まさにカテブヨを何と比べるかって話になるんで本当ですね、ないですね。いやなんか比べようがないんで、本当そうですね。なんかそのレビューとか見ててもなんかこれ作者頭いかれてんのかみたいな、なんならなスラッシュオブバレットの方に書かれてますからね、あのカテブヨを作ったみたいな、いきなりどうしたみたいな感じになってるんですかね。なってますね。オートマトンさんも最初記事書いてくれたんですけど、はいはい、あの縦笛を作ったみたいな紹介の仕方で、ああ確かにそっちの方が数字稼げそうだなみたいな、 うまいなと思いながら、ああなるほど、いやすごいなんか本当いろいろ試行錯誤してるというか、なんかチャレンジしてるみたいな感じが取れて、なんですかね、あんまりこうとらわれない感じがするんですよね、カンさんの作るゲームっていっぱい。ああ、はい、そうですね、やっぱりその武器が、うん、まあないので、はい、なんだ何かに固執してしまうと武器でないものに固執してもしょうがないので、あどんどん使えるものは使っていくぐらいの感じですね。なるほど、例えばこれで、はい、なんだろう、こうグラフィックで何々が得意、まあそれこそドット絵だったり 3D モデルでもいいんですけど、うん、それがあればそこを軸にして考えるっていうのはあると思うんですけど、うん、現状それはないので、うん、なんかあんまり、まあ、ある意味その利点でもあるんですけど、何でもいいっていうのは。そうですね、それが逆に菅さんの強みかもしれないですね。うん、はい、まさにその次ももうなんか出てましたよね。はい、でもうすぐでしょ。ああ、はいはい。はい、あれは、なんだろうな、あれはもう完全な息抜きで、はい、その次をどうしようか迷ってるんですよ、うん、その、はいはいはい、スラッシュオブバレットがちょっとダメで方向性をどうしようかっていうので、うん、まあその間の息抜きで、はいはいはい、VR でなんか VR ジャパンっていうのがあるんですけど、はいはいはい、その、まあリアルな日本の街並みを歩くだけっていう、うん、それがそこそこ売れてて、あまあそれ的な感じで、はい、あそういったゲームが、あゲームといいますか、なんかシミュレーション的なものがあって、はい、はい、ちょっとそれっぽいのを1個作ってみようかなっていう、うん、まあ息抜きでやった感じですね。ああなるほど、すごいですね。なんかやっぱり本当に市場調査めちゃくちゃしてるっていうイメージがあります、ね、うーんしてますね、はい、なるほど、やっぱりそれやらないと、うん、その売れるかどうかがわからないので、うんうん、なんだろう、結構ビジネスより、現状ビジネス寄りな考え方をするようになってきたので、うん、それで、はい、なんだろう、結局売れるのって運がかなり強いとは思うんですけど、うん、その確率は上げられると思うんですよ、まあ、そうです、売れるための、はいはい、それがやっぱり市場調査っていう、市場調査っていうか、はいはい、まあ、マーケティング部分ですよね、うん、なんか結構そういう勉強は、はいはい、あなんかそういう方向性になったのはなんかどっかから影響を受けてたりするんですか？あそれこそやっぱアプリ関係でやってるのが、なんだろう、うん、今は結構その境が曖昧になってきてるんですけど、はいはい、そのインディーゲームっていうのとアプリ会社っていうのが結構昔は、なんだろう、境界が結構ただゲームを作りたい、面白いゲームを作りたいっていう人たちと、ちゃんとお金も稼ぎたいっていう、うん、で結構僕アプリ側にずっといたので、うん、そういうちゃんと考えて稼ぐ人たち、うん、稼げるものを作る人たち、うん、でやっぱりその稼ぐっていうと結構日本だと悪いイメージがつきがちなんですけど、そうですよね、ただ中にいる人は結構その
稼ぐことと自分が好きなゲームを作ることを両立してる人たちが結構多くて、うんうん、っていう意味でその人たちには影響はされてますね。ちゃんとその自分が作りたいものだけじゃなく稼ぐってお金が稼げるかってことも考えるっていう、はいはいはい、ああ、なんかそもそもフリーじゃないですか、はい、なんでなんか必然的にこう中にどうにかしてお金を稼ぐようなシステムを入れないとそもそもそうですねダメなんで、僕その有料は別に考えなくていいじゃないですか。まあ多分あると思うんですけど、一応でも面白さだけ追求して、まあ、値段決めるみたいな感じなんですけど、はい、アプリの方は必然的にこうマネタイズと言いますか、うん、考えざるを得ないので、まあ、そこからの影響は確かに強そうですね。そうですね、はい、無料はちゃんとそれを仕事にするのであれば、うんうんうん、ちゃんと広告周りとか課金周りも考えた上でゲームを設計しないとかなり厳しいので。そうですね、逆にその僕とか有料作ってる人はそこが疎いと言いますか、逆に。ああ、確かに、まあ、でも有料は有料で難しいは難しいんですけど、はい、そうですね、はい、そうなんですよ、なかなか、うん、ああなるほど、面白いですね、うん、なんかこう VR 今までたくさん作ってきて、はい、その難しくはないんですか、作るのって。ああ、難しいとは特には技術的には思わないですね。まあ、一つあるのが、VR って2つのディスプレイを映してるんで、ものすごい重いんですよ。はい、ああ。その普通、単純計算、普通の 3D ゲームの倍負荷がかかるんですよ。うん、ああ。なんで、そこら辺をしっかりしないとすぐ重くなるっていうのは、まあ、難しいは難しいですね。なんか重く、はい。ああ、その、VR だと、FPS90 以上基本的に出てないと酔いやすいんですよ。90ですか ?90 です。30とかだともう見てられないっていうレベルなので、はいはい、なのでより厳しいっていうのはありますかね。あ、じゃあかなり速度面に関してかなりそのチューニングしまくるっていう。そうですね、なのでアセットを基本使ってるんですけど、うん、基本そのまま使うってことはほぼなくて、ま、多少軽くいじらせてもらったりはしますね、はい、いや、そこがすごいなって僕は思うんですけど、アセットとかなんか中見たらなんかもうその自分の書いたそのコーディング規約とか全然関係ないじゃんって書いてるじゃないですか、はい、あ、すごいよくこういじれるなっていうのがあって、もうやばいコードとかいっぱいあって。そうですね、はい、こうなんで、はい、なんだろう、そこはもう割り切って中を見ないぐらいの、ブラックボックスで使って使えなかったらすぐ捨てるぐらいの感覚でやらないと、特にプログラム系は、うん、はい、それこそスラッシュオブバレットだと敵を切るっていうプログラムは完全にアセットなので、うん、ああ、まあ、むずそうですよね、普通に作るの。そうですね、ゼロからだと、はい、まあ、作ること自体はそこまでじゃないんですけど、はい、それを軽く作るっていう、あ、だからもうおそらく恐ろしく時間がかかると思うので。そうなんです、 VR ただ作るだけじゃなくて軽くもしないといけないですね、 3D。 そうですね、すごく大変そうにすごい思いますね、はい、個人ですね、ミニマムな、はい、あ、個人です、ミニマムなゲームだったらそんなに、うん、なるほど、すごいですね。なんかこう全体通してなんかこう意識してることってあるんですか、こうゲーム作ってるときにこれだけは。あー、ゲームっていうか、まあ、その、はい、なんだろう、目的はこのゲームは何のために作ってるんだっていうところは常に考えますね、どのゲームにしても。で、基本的に作るものによって目的を変えてるので僕の、はい、そこを意識しないと前のに引っ張られるみたいな感じがありますね。なんでその最初の目的設定をしっかりするっていうのと、作ってる段階で常にそれを意識するっていうのはありますね。なんか例えばゲームの仕様とかって結構困ったりするじゃないですか、ここをどういう仕様にしようみたいな、はいはい、あ、もう、はい、の時に目的重視、例えばスラッシュオブバレットだったらアメリカ受けするかっていうところをその主軸において考えるみたいな、ね、いや、もう今ちょっともうね刺さりすぎてめちゃくちゃ変えてる、まあ、なんか指針があると悩まなくて済むっていうのもありますね。いや、そうですよね。いや、それは多分もう僕その、まあ、専門学校というかゲーム専門学校行った時からも言われてるんですけど、うん、なんかたまに途中で変えたくなっちゃう時あるんですよなんか
まあでも、うん、こっちの方がおもろくなるよなみたいな。でも最後までその貫けるのすごいなって。まあでも変えて面白くなるんだったら全然いいんですけどね。あ、うん、その目的に沿った変え方であれば全然、はい、あ、そうですね、うん、なるほど。やっぱそのそこの目的をぶれず、すべてなんかなんですかね、仕様とか考えるときもやっぱそれをなんか基準にして選ぶという感じでやってるんですね、うん、そうですね、なるほど、うん、いやプロですね。話聞いても普通にプロですね。僕プロの人と話してるみたいな、プロフェッショナルですね。もう、はい、最前線、最前線というか、まあ本当にゲームプログラマーといいますか、うん、もうプロだな。まあそもそもでも会社に属されてるんですよね、ちゃんと。そのふんどしパレード、そう、はい、まあ、ふんどしパレードは正確には社員じゃなくて、なんていうんですか、外部委託みたいな、はい、手伝ってるだけっていう感じなので。ああ、なるほど。そう、だからゲーム会社も一応就職はしてるんですけど、うん、最初ソシャゲの会社で、次普通にスマホのカジュアルゲームだったので、なんかこう、はい、いわゆるゲーム会社みたいなところにはいなかったですね、うん、ああ、なんかなんでこう個人でというか辞めてしまったのかって聞いても大丈夫ですか。ああ、というよりも、その大学の時にゲームずっと作ってて、はいはいはい、とはいえそれで食えるほどは稼げてなかったんですよ、うん、で、まあとりあえず就職はするんですけど、もうその段階で独立することは決めていたので、うん、もう多分その組織でやっていくのは向いてない性格だろうっていうのは分かってたので。で、まあ何年か働いて、給料、あの貯金がこれだけ貯まったら独立するみたいなのが最初から決まってて、あ、で、まあ、貯まったので独立したみたいな感じですね。うん、なるほど。そうで、本当はそのなんだ、お金を元に生活して、そのお金がなくなったら、それなんだろう、個人で作ったゲームを武器にしてまた就職するみたいなのを考えてたんですけど、なんか思いのがうまくいってみたいな。あ、いや、もう、てかます、うん、ね、神子がやばそうですよね。はい、あ、神子がすっごい、あ、そうですね、もう本当にあれのおかげですね。いや、すごいですね。あれも、まあ、もっと独立した後に作ることが決まったんだったかな、うん、ぐらいの時だった気がするんですけど、はい、まあ、あれも最初、まあ、作り始めた時は、はい、なんかまあそのゲーム機が出た最初ってやっぱ何でも売れるんですよ、うん、今までの傾向から見ると、はいはい、まあ、とはいえ個人で作ったものが任天堂ゲーム機で出てそこまで売れるかみたいなのがあって、うん、確かリリース前は1万本いけばまあ、いいよね、5万本いったらもう大ヒットだよねぐらいに言ってたら、うん、蓋を開けたらめちゃめちゃ売れて、ね、まあ、スイッチ自体が売れたので、はい、あ、よかったんですけど、うん、いや、あれはよかったですね、本当、あの俺のおかげで今があるぐらいの感じですね。あ、いや、あれすごいなって、てか、まあ、そのあれもそうですよ、開発期間も短すぎだろうっていう。いや、今考えるとちょっと意味が分かんないもともと、なんだ、スイッチ違う、あの、うん、世に出るってもう知ったのも、あの一般の人と同じタイミングなんですよ。別に開発者だから先にしてたわけじゃなくて。あ、そうなんですね。そうですね、そこで初めてその、まあ、パブリッシャーのフライアークさんがスイッチで何か作りませんか、うん、みたいなのが出て、うん、でじゃあスイッチいつ出んだって言ったら、確かそこは3ヶ月後ぐらいだったんですよ。いや、もともとあれなんですよ、ピコンティアを出す予定だったんですよ。あ、ピコンティアをスイッチで出しませんかみたいなって、いや3ヶ月じゃ無理でしょってなって、うん、神子になった感じですね。へ、それでも1ヶ月遅れ、1ヶ月だったかな、うん、ぐらい遅れて4ヶ月後ぐらいとかに出した気がしますね。いや、いや、普通にそれでも無理な気がするんですけどすごいですね、まあ、それに、なんかもう、はい、うん、もうそれぐらいで作るっていう前提でやってたので、かつまあ2人だったんで、そのスケジュール管理もしやすいっていう、はい、うん、結構もう開発付けとかだったんですか。まあまあ、その時は確かそれしかやってなかったのもあるし、あと一緒にやってたスキップモアさんがめちゃめちゃ手が速い人なので、うん、あ、尋常じゃないので、あの人が、はい、そのおかげはかなりでかいですね。すごいですね、うん、いや、そのなんか、その個人で作ってる時にちらっとこう、なんかもうツイッターみたいなの見たんですけど、うん、タスク、個人でやってる時はタスク管理してないみたいな。ああ、あんまりやってないですね。それ
に作れるんですか。すごくないですか。え。ああ、そっか。結構高橋さんってやってます。いや、一応ゴールというかなんかマイルストーンみたいなのは決めていないし、まあ伸びちゃうんですか。毎回伸びるんですけど。まあ、あれですね、個人で完全に一人でやってる場合ですね。ピコンティアとかちゃんとやってるんですけど、一、はいはい、人でやる場合はもうなんか大きなタスクを作るみたいな、なんかタイトル画面を作る、ゲームのここの部分を作るみたいな、ざっくり、はいはい、まあでもほとんどテキストですね、うん、でやってる感じですね。あんまりタスク管理っていうやつはやってないですね。ピコンティアの時はもうガチガチに、まあ、チームガチ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 ってことじゃないです。はい。ことでもないですけど、まあ、多少、多分、うん、あの規模ではもっとしっかりやった方が良かったのかなって感じは今では思うんですけど、まあ、なので結構時間かかっちゃったっていうのはなくはないですね。うん、基本的に、ピコンティアといいますか、神子、こう、スキップモアさんと作ってる時には、もう、仕様が来て、それをひたすら、それともカンさんも結構仕様関わってたりするデザイン、どうなんだろうな、かっちりとした仕様はそこまで来ないですけど、そうなんですね、特にカミーコの時はスピーディーさを重視してたので、はい、ざっくりした仕様が来て、はい、自分がそれに合わせて作って、まあ、演出とかも込みで多少入れたりして、それをスキップマンさんに見せて、手直しもここはこうがいいかなみたいな、例えばその敵を倒すとその SP か、はい、SP っていうのが出るんですけど、はいはいはい、敵が出たら SP が出るぐらいの仕様が来て、はいはい、それをどう出すかとかどれぐらい出すかとかとりあえずこっちで決めて、あ、そうなんですか、はあ、そこなんか最初にやっちゃうとスピード感がなくなってしまうので、ああ、なんかざっくりなんですね、そういうのは。そうですね、はい、それがその小規模の良さなのかなっていうのもあるので、そういう意味でタスク管理もそこまできっちりしてないっていうのはあるかもしれないですね。あ、なんかそこ面白いですね。なんかツイッターとかだとそういうなんかこうなんですか、プログラマーがかっちりしたもの来ないとダメみたいなちょっとイメージがあって、あ、なんかもっと考えろよみたいな、こう、なんかこう曖昧なのみたいな、それで怒っちゃうみたいな、なんかそういうのあるんですけど、逆にやっぱ、はい、確かにその完全にプログラマーとして入ってるのであればそれでいいんですけど、うん、あ、なんだろう、2人でやってる分には一応その自分もゲーム開発に関わりたいので、あ、逆にかっちりしすぎると嫌ですね。ああ、いや、それでもやりやすいですね、そういう人とかも、ね、はい、うん、いい感じにしてっていう感じですよね。そうですね。それがつ、いや、あの OK っていうのは確かにスピード感とかもやりやすいですね。うん、僕もなんかまあその人と組んでる時にはどうしてもこうかっちりしちゃうというか、なんかかっちりしないと怒られるのかなみたいなイメージが、まあ、うん、ガチガチなエンジニアの人だったらそんな可能性ありますね、はいはい、まあ人によるのかもしれないですかね。結構このインディーズ界隈だとそっちの人は少ないイメージがありますね、はい、あ、うん、なるほど、いや面白いですね。いや、結構いろいろなお話を聞かせてもらって、はい、その聞いてもいいかわかんないです。今後について、はい、目標みたいのあればちょっと最後に。目標、まあとりあえず、はい、今あのスキップモアさんとフンパレと、うん、VR の3本あるんですけど。やばいですね。とりあえず VR だけで食うに困らないっていう状態にはしたいですね。あ、ただそれなんか一本にその依存するのがすごい嫌なので、うん、他にも何かしらやると思うんですけど、とりあえず VR だけでも困らない状態にはしたいってはありますね、うん、で、まあ、もっと言えばもうお金に何も困らない状態にはしたいですね。最高ですね。そしたらもうお金考えずにゲーム作って、多分そしたらゲーム完成させなくなると思うんですよ。思いついたら作ってやめて、作ったらやめてを繰り返すようになると思うんですけど。なるほど。なんかそのお金とかに縛られずにもし作れるのであれば、なんか作りたいものとかってあったりするんですか。はい、RPG 作りたいんですよね。ストーリーものですかね。はいはいはい、
ストーリーが好きなので、うん、もう今では全く見る影もないんですけど、もうストーリー、まあ、それこそ有名どころだとアンダーテイルとか。ああ、意外ですね。うん、めっちゃ好きですね。はい。みたいなストーリー重視の RPG は作りたいですけど、ただそこってものすごい激戦区なので、お金目的で作る気はないですね。ああ、将来的に作れたら。そうですね。まあ、RPG 確かに有名ですね。なんか、日本といったら。そうですよね、やっぱり。はい、最近もそこはちょっと作りたいなっていう、はい、うん。ドラクエとかも出ましたしね。うん。はいはいはい。いやありがとうございます。あ、まあ、ちょっと、はい、ごめんなさい、個人的に気になったんですけど、ゲームって遊びますか、はい、うん、ゲームはもともとすごい遊んでたんですけど、はい、最近ちょっと開発が忙しくて、どこまで遊べてない。うん、あの自分的にあるあるなのが、はい、ゲームはすごい買うんですよ。あ、買って、最初プレイして、はい、あ、でも、この自分のゲーム開発の時間を削ってまでやるかなって考え始めたらもうやらなくなっちゃうんですよ。いやなるほど。これが最近のあるあるでちょっと困ってる。いや、そ多分多くの人多分そうじゃないですかね。うん、僕もありますよ、そういう時。ああ、はい、ありますか。はい、あ、なんか最初の辺遊んで、大体分かったらもうやめるみたいな。うん、そうですよね。大体分かっちゃうっていうのは、はい、多分ゲーム開発者でもその、うん、ハードゲームユーザーというか、うん、としても分かっちゃうと、うん、もういいかなってなっちゃうのは、うん、結構辛いところでもありますね。はい、あ、もっとなんかのめり込みたいのにみたいな。そうですね、やっぱ時間っていうか、なんかもうなんすかね、うん、なんかどんどん忙しくなるのかな、なんかこれからなんかやればやるほど忙しくなるんですけど、なんかなんですかね。いや、そこはちょっと難しいですね、うん、いやということで、まあ、結構いろいろ話、はい、聞けて、いや、かなり面白い話、はい、聞けたと思います。なんかこれを話しておきたいとか、なんかあればぜひ。おー、うん、特には、もういろいろ建前の話もできたので。いや、もうやばいです、あれは。高橋さんから縦笛なめなめ VR の発音いただけたので。いいんですか、縦笛、え、縦、ちょっと待ってください、縦笛なめなめ VR で、はい、こう発、はい、じゃあまあこんな感じで、今日はあの皆さんが多分お世話になってる、ユニティで多分お世話になってるカンさんについての話した、はい、ということで、これで、じゃあ終わろうかなと思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。